井さやかが、芸能界復帰、独占告白。初めて語ったタトゥーの意味、モーニング娘。の元メンバーで、7月の参院選に、立憲民主党から比例代表で出馬して落選した、市井さやか、35、が、芸能活動を再開させることが本誌の取材で分かった。落選後、初めてメディアのインタビューに応じた本人が明かした。さらに政界再挑戦の可能性や、参院選中に懐疑的な声も上がった自身のタトゥーの意図も発撃迫した。再婚した一般男性と共に、15歳長女、12歳次女、6歳長男、2歳三女の、4人の子供を育てている市井は、選挙が終わってから沈黙を保っていたが、ついに本誌の取材に口を開いた。参院選前に、やらせていただいた、タレント活動と、同じように、まず子供たちを最優先に、主人のサポートを借りながらやっていきたいです。と、意気込んだ。すでに具体的な話も進んでおり、モームス時代の後輩でタレントのカゴアイが、8月まで所属していた芸能事務所アルカンシェルと、1位の個人事務所 SW が、11月、業務提携する予定だ。テレビ出演などと同時に、講演会にも力を入れていくという。1位と同時期を駆け抜けた、モームス OG たちも次々と結婚、ママになっている。同期の矢口も、今年、8月に出産したばかり。OG の子供たちの人数は、今、ワールドカップで、盛り上がっている、ラグビーのチームが作れそうですね。と、アイドル時代からの時の流れに感慨深げな表情を浮かべた。芸能活動を再開する一方で、将来的な政界への再挑戦には、含みを持たせた。親子それぞれが、抱える悩みは、国会に届いていません。それは放っておきたくない。もう一度、政界にチャレンジするか、違った形でアクションしていくかは、わからないけど、その気持ちは捨てたくないです。先の参院選では、落選後に会見をしなかったため批判も寄せられた。当初はホテルで会見を行う予定でした。夜中の段階で難しそうとなり、自宅待機でお願いします。と、どんな結果であれ、行うべきだったと思っています。と、反省した。選挙期間中には、自身の耳の後ろにあるタトゥーに懐疑的な声もあった。選挙戦中も後ろから撮影してくるカメラマンさんはいました。それも覚悟の上での出馬でした。タトゥーの意図を聞くと、2015年に亡くなった私の母を思って彫りました。と告白。タトゥーには、複雑な心境を覚える人もいます。それも優しく包み込める世の中だったらいいなぁとは、思います。と続けた。モームス時代は、その落ち着いた独特の雰囲気から、トンネルズの石橋貴明に、母さんのあだ名をつけられた、一位にとって、61歳で大動脈解離のため急死した母は、大きな存在だったという。母はアイドルになって、テレビに出たかったみたいです。でも、その夢は叶わなくて、私が、テレビに出ているのを誇りに思ってくれました。一位が、小学3年生の頃に離婚した母。女で一つで育てられた。飲めないお酒を飲みながらスナックでアルバイトしたり、苦労をかけました。4児の母になった一位には、ママタレの肩書きもいいが、今でも、母さんのあだ名の方が、似合うかもしれない。落選は残念でしたが、世の中を良くしていきたいと立候補してよかったと思います。この経験をどう生かすかは自分次第。と、力を込めた。ちなみに今は芸能活動の本格再開前のため、無職に近い。生活は大丈夫か確認すると。あははは。生活面の心配は、私だけじゃありませんから。と、笑い飛ばした。